はい、皆さんこんにちは。今回はですね、この2つ買ってまいりました。イオンさんでね、売っておりましたね、食料品売り場みたいなところね、売っておりましたね、買ってきました。エントリーグレード、去年も出てたんですけどもね、クリスマスカラーだったかな、去年ねのガンダムが出たような気がします。今回はこの G3 っぽく見えるスノーイメージカラーというらしいですね、はい、ですね。そしてお菓子が入っておりますと、はい、こちらがストライク、こちらがストライクルージュでちゃんとね、商品名やっておりますねまあルージュ出したかったんですかね。こちらの方は違ったお菓子入ってるみたいなので、早速ね、開封していきたいと思います。まずはね、こちらスノーイメージカラーのね、ガンダム、エントリーグレードガンダムですね、はい、上げていきたいと思いますよ。なんかゴムでついてますね、はい、これ最近ね、ライブちょこちょこね、あたりっていうところをね、やるんで出してもらって、私もライブをね、やっと2年以上、2年4ヶ月経ったからね、するようになりまして、視聴者さんからね、買わないんですか買わないんですか何回も言われてて、売ってなかった、近くのね、私が住んでるところの近くのイオンさんでは売ってなくてね、商業施設、大きな商業施設のね、このイオンさん行ってたら売ってたんでね、はい、本日買ってまいりましたよ、はい、お菓子の方が、おかげでね、はい、去年もこんな感じでしたね、はい1袋 20g 入りで97カロリーということでね、はい、カロリーは美味しいということでね、はい、2袋入っております。連邦体重みたいなってですね、はい、これちょっとね、ライブでまたね、いただきましょうかね、はい、中身は、お銀色がなんかメタリックっぽい感じね、 SD ガンダムでよくあるナイトガンダムとかとみたいな色してますね、はい、白、ランナーがかかって入っております、はい、で、バケツみたいなやつ、ね、ゴミ箱をね、ダストボックスっていうんですかね、はい、にちょうどいいのかなみたいな感じがしますけどね、はい、こんな感じになっております。そして、こちらも開けましょうかね、はい、まあ、ルージュ、まあ、色塗らないでね、ルージュを作れるということなんですかね、はい、まあ、ちょっとね、輪ゴムがどんな感じか分からないので、ね、ちょっと引っ張りましょうね、はい、はい、他の方はね、お菓子がちょっと違う感じにね、書いてますけども、どんな感じでなってるんでしょうかね。あ、はい、地球軍のね、ザフトみたいなのがありますね、こちらね、はい、こんな感じになっております。はい、なんかいい匂いがしますね。こちらもダストボックスでね、できるみたいな感じで。ストライクルージュなんでね、カワリウラアッサーさんがね、乗ってた感じのやつですね。早速これ、作っていって、やりましょうかね。では、素組みのところはカットいたします。はい、素組み完成いたしました。まあ、エントリーグレードなのでね、それほど時間かからず組めましたね、はい、まあゲート処理などはねしてないんですが、まあ基本ね、こういう記念モデルね、っていうのは色塗らないで取っとく派でございますのでね まあこのままかなという感じです。これはまあクリアのね、ガンプラク一番くじね、もらった、いただいたやつですね、視聴者様にいただいたやつね、こんな感じでね、塗らないで飾っていて、エントリーグレードってこういう記念モデル、これがどんどん出るのかなと思いますのでね、こんな感じでこう並べてるとすごくね、かっこよく見えるんではないかなと思ってます。皆さんもね、コレクターズアイテムね、最近ガチャガチャも500円とか高いやつだと1500円とかしますんでね、はい、この何ですか、パーティーバーレルみたいなね、これも1500円でしたんでね、はい、似たような値段ですので、まあ、コレクターズアイテムとしてもいいのかなと思います。
コンポタージュのお菓子はね、両方多分一緒のやつですよね。97キロカロリーのついてますので、ね、あの中身一緒だと思いますので、ね、まあこんな感じでね、ずっとね、あの並べていくと結構な数にね、何年かすると結構な数のエントリーグレードをこう並べれるんじゃないかなという感じですね。私ライブするときね、最初にあの動画の最初の方のカットでね、私の体がちょっと映ってたと思うんですが、ああいう感じのね、動画というか、ね、画面でライブしますんで、その私の後ろの方にね、こういうの飾っておきますんで、ね、あの古いやつとかね、気になる方はね、ライブ中見ていただいて、それ見せてよというのをね言っていただけるとね、あのお見せできると思いますので、ぜひ、ね、ライブも遊びにしていただければなと感じですね。まあこうぐるっと回しておきましょうか。こんな感じですね。テカ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 してますね。ビッグワンガムとかもこんなありましたね。ビッグワンガムを復刻していただきたいですね。どこなんですかね、あれ、カバヤなんですかね、よくわかんないですけどね、お菓子メーカーのね、軟質樹脂の おまけがついてるガムっていうやつですね。食ガムみたいなやつですね。あれでね、あのプラモ教師を私よく読んでる、プラモ教師の中でね、ストリームベースがね、軟質ビッグワンガムのダグラムだったと思うんですけどね、あのキットを使ってみたいなやつもねありましたね。こんな感じでね、私今年50歳でございますけどもね、あの同じような年代の方の懐かしいね、プラモデル再販であったりとか、こういう新しいエントリーグレードね、のお手軽にね、購入できそうなもの、まあ売ってればの話ですけどね、購入できるものどんどんね発売していただいてね、ホビー業界で盛り上がっていこうかなというね、盛り上げていただきたいなという感じでしますけどもね。まあストライクね、あのこの一番くじでね、俺のクリアのキラーのね、キラヤマト登場機の方のカラーリングのストライクね、当たって、動画にしてるんですよ。その時も言ってるんですけど、これまああのストライクいろいろなね HGMG 出てますけどもね、結構スタイル的にはすごくいいものなんではないかなと思いますね。これ関節のね保持力も、はい、結構ありますんでね、はい、あのすごく改造するのとかねベースにいいのではないかと思いますのでね、はい、ストライクガンダム正式なのが12月発売でしたかね、このねエントリーグレード、その前に手に入れられるということでね、お近くのイオンだけなのかな、違うところでも売ってると思うんですけどもね、まあ私はイオンで買いましたね、イオンね、お近くに見に行かれたらねいいのではないかなと思います。やはりね、こういうこのパックですね、いろんな鬼滅の刃とかもねいろいろありましたけど、やっぱりこのガンダムがね一番売れてるように見えました。あの棚がねもう半分ぐらいなくなってて、鬼滅の刃はねあの多分人気商品っていうのもあるのかもしれないですけどね、あの棚がパンパンでガンプラだけが棚がスカスカになってるというね、電気屋さんでよく見る光景みたいになってましたんでね、まあやはり今ガンプラブームをさらにね再燃してるのかなと思いますね。ぜひね皆さんもゲットして遊んでみてはいかがでしょうか。まあ、これを塗装することがあるかなよくわかんないですけどね、まああのサフェサー吹いてるね一番くじの方の、ストライクエントリーストライクがありますのでね、そちらの方ね、塗装完了しましたらまたこうやって動画でね皆さんにお見せしたいと思っておりますので、ね、よろしくお願いしますと。今回はクリスマスなのかよくわかんないですけどね、年末ぐらいに発売されるね、毎年発売、去年から発売されてます、エントリーグレードのね、バケツパックみたいなね、はい、買ってきましたというところでした。それではこの動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、そしてね、サブチャンネルもやっております。そちらの登録とメンバーシップ制度も始めましたので、ね、メンバーシップ、ぜひね、加入していただいて、私のチャンネル、この当チャンネルですね、応援いただけるとありがたいです。はい、それでは、さよなら。